雨漏り、屋根外壁修理、シロアリ被害、施工例。グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。グリーンパトロール社長のカリアです。いつもご覧になっていただきありがとうございます。こちらのお客様はどんなご相談があったんですか？はい、雨漏りしていて、それでその雨漏りが1階の廊下の壁にまでちょっと染み出てきちゃって、それでお客様がちょっと驚いてご連絡をいただいたような感じで、それで、まあ、ただ行ってみたらもうすでに他の会社さんがお見積もりを出していて、これはもうちょっと屋根を吹き替えないといけないですねっていうふうに言われたということで、本当に屋根の吹き替えが必要なのかどうかということもちょっと調べてほしいという、そういう内容だったんですね。ですからまあ病院でいうとセカンドオピニオンみたいな、そんな形のアドバイスからスタートしました。髪がめくれてしまってますね。もう随分前から雨漏りしていたらしくて、この石膏ボードがもう水を吸ってクロスの糊がもう効かなくなっちゃってきてるんですね。ですからこんなにベロンと剥がれてしまって、でこの真下が玄関なんですけれども、玄関の今出てるのはその1階のリビングの天井なんですけども、この角のところが雨染みになってべっとりこう濡れているという、そういう状態でした。壁に大きなひび割れが見えますね。はい、このひび割れしているところの裏側がお風呂場なんですね。それでもう随分古いお宅でタイルのお風呂なもんですから、ひびがタイルの中の方にもあって、どうも水漏れしているようなんですよ。ですからちょっとこのひび割れの仕方見ると、シロアリが中に入っちゃったりしてるんじゃないかなっていうような、そんな感じも見受けられるんですね。あれ、よく見ると軒下がすごいことになっていますね。はい、この写真で見るとあんまりひどいことになってないように写ってると思うんですが、拡大してみるとこのハフと軒天の間というのがもう口が開いちゃって、お水がじゃんじゃん入るような状態になってたんですね。でこの裏がさっきクロスがめくれてるお部屋なんですよ。ですからお客さんは知らず知らずのうちに雨が持ってきてるような状況だったんですけれども、実際は外の外壁の側が口が開いちゃってたという状態で、それで屋根の方もちょっと登ってみるとこんな形でところどころ瓦がバリバリ割れちゃってるような状態で、まあ、これならもう雨漏りしてもしょうがないなっていう状態だったんですね。でちょっと不自然な割れ方なので、これはもしかすると屋根に登った電気屋さんとかがアンテナの修理をなんかをするときにですね、割ってしまってそのままになっちゃってるのかなっていうような、そんな感じも思いました。角に穴が開いてますね。はい、この穴のもう状況からもうシロアリが入っていることはもう明快なんですけれども、この外壁側にも大きなひびがあって、それでそのひびがちょっと膨らんでいるような状態だったんですね。ですから中にシロアリがいるなっていうのは本当によく分かったので、ここを部分的に解体して開けて調べようということになりました。で開けてみるともうすぐにシロアリだらけということが分かってですね、今この写真の両側に柱があるんですけれども、柱がもう全部食べ尽くされちゃってないような状況で、でこれずっと上の方に2階と1階との接点ぐらいのところなんですけれども、そこのところもずっともうシロアリがもう食い尽くしちゃってきて、で特にこの拡大している写真のところを見ていただくと分かるんですけれども、もうシロアリがもう何十匹ももううごめいて動いているような状態だったんです。ですから今もまさに食べている真っ最中という、そういう状況でした。外壁を開けたらこんなになっていて、お客様かなりショックを受けたんじゃないですか？はい、これをまあご覧になられてすごくショックには確かに違いなかったんですけども、実際こういうお宅はたくさんあるんですよ。それで主な原因がほとんどがその雨漏りが原因なんですね。外壁のその高いところに雨が入って、それが原因でそこにシロアリが入って中の材木を食べてしまうというのはよくあることです。でまあこれ今指さしているところにもシロアリがたくさんいるんですけれども、
もう現実に今生きてる状態で捕獲できてるっていうのはそんな状況です。でこのお宅は今から3ヶ月前ぐらいにですね、シロアリ業者さん、プロの業者さんが床下消毒をしているところなんですね。で、したばっかりなのに、外壁の方にはやっぱりそのシロアリの薬は効きませんので、外壁の中をこうやって食われているお宅の場合は、やっぱり我々のようなこのシロアリの駆除のできる工務店に仕事を頼まないと、普通の一般のなんとかシロアリみたいな消毒業者さんでは駆除できないっていうことなんです。先ほどのひびが入っていた部分ですね。はい、ここも開けてみるとやっぱり中にシロアリがいて、もうすごく食べている真っ最中でした。それでですね、今回この調べることによって至る所にシロアリがいることが分かったので、もう基本的に外壁を一度剥いて、それで中の壁を全部チェックして、で交換するべき柱を交換補強して、それで壁をまた作り直して塗装し直すみたいな、結構大掛かりなんですけども、そういう工事をやることになりました。外壁の工事が始まりましたね。はい、これキッチンの上の窓の上の部分をまた切って、どんどん2階の窓との下の場のところをずっと切って開けていってるんですけども、もう至る所にシロアリがもう食い散らかして被害に遭ってるところがありましてですね、まあ柱今これ全部ちゃんと交換すると室内にもすごく影響が出ちゃうので、そういうこともできないもんですから、古い柱のところに新しい柱を背負わせたりして、それをボルトで締めて、補強したりっていうような、そんないろんな方法を使いながら、全体を固めていくっていうような、そういう工事をしてます。でこの上にラスカットという耐震性能が強い補強の材料を貼っていきますので、全体がこう壁構造みたいな形で強くなっていくっていう形で、地震に強い家ができていくっていう、そういう工法を使ってます。これで、外壁工事終わったんですね。継ぎ目がわからないですね。はい、実はラスカット板の継ぎ目っていうのはその上にモルタルを塗って、左官工事でまず隠すんですね。でただそれだけで塗ってしまうと模様が出ないので、吹き付けでこう、塗装の玉を飛ばして、それで下模様を作って、その上に、塗装をして、仕上げてるんです。ですから結構その何工程も入ってるんですよ。玄関前の袖壁もシロアリの被害にあったんですね。はい、もうこの袖壁の部分全体が、柱がもう2階に到達するところまで全部シロアリに食べ尽くされちゃってたんですね。でこの場所は実はですね、玄関とか勝手口の入り口のところっていうのはシロアリが入るものすごく典型的な場所なんですね。水回り、キッチンとか、浴室、トイレからもよく入るんですが、その次に玄関や勝手口の入り口からシロアリはよく入ってくるので、一般的な防御処理をするのはそこの部分もよくしておくんですよ。で、まあ、このお宅ももう典型的な入り方をしているので、北側は水回りのところから、でこの南側は玄関の方から、シロアリが入っていたという、そういう状況でした。外壁がきれいになって次は屋根の工事ですね。はい、もうこれで屋根も随分割れちゃってボロボロなんですね。それでこのボロボロの瓦をまず全部下ろしますと、下にルーフィングっていうこう紙が、防水の紙があるんですね。その紙も全部剥がして、そして、ルーフィングの代わりに、防水のコンパネを貼ります。で防水のコンパネの上に、新しくルーフィングを今、黒いところですね、この紙を貼って、そして、ガルバリウム鋼板の板金の屋根を作っていくと、そういうもう何重にも防水の仕方をしてます。屋根の下地を作っているところですね。はい、今この職人さんがビスで留めているのが棟下地の板なんですけれども、ここの上に、
金属製の胸板金という胸包み板金というものをつけるんですね。でそうすると雨が、この角のところから入らなくって、完全に防水処理ができるというそういう仕掛けになってます。瓦屋根よりも軽くて地震に強いガルバリウム鋼板にしたんですね。はい、この、 ガルバリウム鋼板という、材料はなんともう金属なんですけども30年錆にも強く穴が開かないと言われてるんですね。それで、これは6章の色を使ってますので、一見銅板が錆びて6章が吹いたような色に、仕上がるようにということで、この色を選んだんですけれども、いろんな色があってですね、その錆びない性質で、金属で軽いもんですからこの色と取り合わせて、外壁にも使われていていろんな使われ方をしている便利なそういう新しい、素材ですね。新しいといってももう今からもう何十年も前に開発された商品で最近随分巷で使われるようになってきた商品です。この屋根には天窓があるんですね。こちらから雨漏りしたんですか？ここは幸い雨漏りしてなかったんですけれども、何せ屋根に無理やり穴を開けてそこに、窓をつけるわけですから雨漏りしてくるのはもう当然な場所なんですね。で、ここの場所から雨漏りすることが非常に多くって、この窓の今、周りのところに、ちょうど水切りという部材が写ってるんですけれども分かりますかね。この水切りが今のこの次の写真になってくると水切りがずっとこの6章色のガルバリウム鋼板で、囲われて見えなくなっていってるんですけれども、その水切りという材料がきれいに、取り付けられるかられないかで雨漏りするかしないかがものすごく決まってしまうんです。それとその天窓の右側の部分も今黒いところに水切りをこれからつけるところですね。でその水切りのところをガルバリウム鋼板の板金でどんどんきれいに敷き詰めていっている最中です。瓦が割れて雨漏りしていた屋根がガルバリウム鋼板の屋根に吹き替えられてとてもきれいになりましたね。これでもう雨漏りの心配もいらないですね。重たい瓦屋根だと家の頭が重くなってしまうので地震が起きた時によく揺れてしまうんですが、軽いガルバリウム鋼板の屋根だと、軽くて耐震性能がアップするので、軽い方が地震に強いですよね。外壁と屋根の工事が全て完了しましたね。確か最初は屋根だけ工事する予定だったんですよね。シロアリ被害に気づいてよかったですよね。はい、こちらのようにひび割れが大きな場合はまずシロアリが入ってるんじゃないかと我々はもう思うようにしてるんですよ。他のお宅も本当にひび割れがひどくってシロアリ被害に遭ってるお宅は多いので、こういう場合はぜひうちにご相談してください。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がありますので、シロアリ対策のサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。shiroari-docor.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301 お電話お待ちしております。